頭並びに腹は、横光リーチの短編小説。1924年10月に、同人雑誌、文芸時代創刊号に掲載され、横光の属する同人が、新感覚派と命名される、大きなきっかけの一つとなった作品である。 線路故障で立ち往生する特別急行列車から、迂回線に乗り換える乗客たちと、一人そのまま残った、驚けた小僧との対比の一幕を描いた商品。タイトルの意味は、太った、腹の紳士につられて迂回線に移動してゆく、人々の、塔と、小僧の、塔のことで、人間を義ブ的手法で描いている。冒頭の一文、真昼である、特別急行列車は、 満員のまま全速力で、はせけていた。沿線の小駅は、石のように目殺された。は、新感覚派表現の代表的な例として、よく引用されている。この擬人法と比喩を巧妙に混ぜ、特急列車のスピード感を表現した、独特の新しい文体は、発表を当時分断の大きな話題となり、同人誌発行意義の決定だとなった。 1924年10月1日、同人雑誌、文芸時代創刊号に掲載され、翌1925年6月、文芸日本社より観光の、無礼な街に収録された。雑誌、文芸時代は、川端康成、石浜金作、近藤公、中川余一、横光理一ら、計14人の同人で創刊され、川端が、創刊の字を書いている。 氏名も、川端の発想で名付けられた。ある日の真昼、満員のまま特別急行列車が走る中で、一人の小僧が横着に大声で歌っていた。突然、列車は、線路の故障のために停止してしまう。いつ故障線が回復するかわからない、不安の中、駅員は S 駅まで引き返す列車が来るので、急ぎの方は切符を出す、よう報告する。 乗客がどうしようか迷っていると、一人の腹の肥大した紳士が自信ありげに切符を出した。すると、多くの乗客の頭はうごめき出し、迂回線で戻る列車に乗客は殺到した。迂回線で戻る列車が発車してから間もなく、一人の駅員が故障線が復旧して開通したことを乗客に報告する。しかし、その時車内に残っていたのは、 楽天的に歌っていた小僧一人のみであった。この騒動の間も小僧は勢いよいと窓枠を叩きながら一人白と黒との目玉を振り子のように振りながら歌っていた。列車は小僧のただ一つの鉢巻き頭を乗せ目的地へ向かって空虚のまま全速力ではせけ出した。ありがとうございます。